どうも、フェスターアダムスです。はい、今日はですね、エッチな犬種ベスト5、これを発表したいと思います。この今回発表するベスト5はですね、その犬種がいやらしいというよりかは、正確に言うと今まで見た犬のエッチな行動、これのベスト5に近いかもしれない。だからね、決してその犬種がいやらしいですよと断定するわけでなく、この犬、要するにこの犬種のこんな一面を俺は見ました的な感じのものです。はい、ではそれでは早速行ってみたいと思います。第5位が柴犬、あるいは柴犬系の雑種。まあね、純血な柴犬ではないんだ。でもね、ほぼ柴犬。まあ、75% 以上の感じで柴犬かなっていう感じですよね。そういう感じの犬でした。これはね、正確に言うと、この雑種、柴犬、これがエッチなわけじゃないのかもしらん。どういうことかというとね、その犬、まあ、メスだったんです。で、それが発情して、そのヒート中で、いろんなオスのところに行ったら、ケツをシャッキッとシャッと尻尾切ってオスを誘うわけですよ。それが中野平和の森公園で、それでそうやっていろんなオスにね、こうやっていくわけです。で、当時のことですから犬をね、結構ね、離して運動してる人がいっぱいいました。で、そこにいた犬のうち大型犬がね、ドーベルマン、ジャーマンシェパード、ボルゾイ、この3頭が離れていたわけなんですよ。で、俺もその時ね、ボクサー飼っていまして、ボクサー連れていたんですけど、話はいなかったんです。そしたらば、その柴犬、発情した柴犬がドーベルマンにお尻向けシャッ、そしてボルゾイにお尻向けシャッ、まあやるわけです。で、ジャーマンシェパードにもまたシャッってやると、これでみんなもうムラムラしちゃって、みんなでその1頭の柴犬を追い回してすごいことになって、で、乗っかってカーッみんな入れ替わり立ち替わり、もうね、1頭の柴犬、要するに小型犬ですよね、これが3頭の大型犬を手玉に取るような感じでした。で、あっちでこっちあっちこっちあっちこっちチャカ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 やって、で、最終的にはどうなったかと言いますとね、その柴犬がバーッとね、どっか行っちゃったんです。その柴犬ね、飼い主いなかったんですよ。はい、そしてその柴犬のですね、公園から出てっちゃった、走って、バーッと行ってた。そしたらば、放し飼いになってたもんだから、ボルゾイとジャーマンシェパードとドーベルマン、この3頭が追っかけてどっか行っちゃいました。はい、で、もう探しても探してもいなくて、1時間ぐらい探してもいない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 って、そしたらば、隣駅の野方駅の方まで走って行って、そっちの方で全員捕獲されたということです。まあね、当時の話ですから、まあそれするんだけですけど、今だったらば、発情したメスを追いかけて、ボルゾイ、ドーベルマン、そしてジャーマンシェパード、この3頭が追っかけてどっかに行っちゃったなんてね、フリーな状態ですから、これね、もうニュースのね、いいネタにされてたかもしれませんよね。続きまして第4位がマルチーズです。はい、これはね、知り合いのうちで飼育されていたマルチーズ、当時ね、俺のね、友達というか女の子だったんですけども、その人のうちで飼われていたマルチーズの話です。で、そのマルチーズがスケベなんだわ、とにかくスケベなんだよ。なんかね、ちょっと布でも何でもいい、ちょっとね、こうカッとね、絡みつけるものがあったら、手をかけて、こう手で抱きついて、腰をポコポコ振るの。そこの家の女の子が、恥ずかしいからやめなさいと、お客さん来たらやめなさいって言うんだけど、自分家のね、布団に抱きついて、ポコだから、布団を片付け、その枕を見つけて、ポコで、枕を片付ける。そうすると今度は、そこら辺にぬいぐるみして、ぬいぐるみをポコポコやる。それでそれを片付ける。そうすると、俺の着ていたジャンパーにまでパコパコやって、静止だらけにしちゃいました。そして続きまして、第3位がシェットランドシープドッグです。これはね、どういう話かというと、俺がまだね、小学校ね、5年か、4年か、6年かって言ったら、まあまあそうだね、中学年から高学年になったぐらいの時の話だよね。友達の家に遊びに行きました。そしたらそこの家では、シェットランドシープドッグが飼育されていたわけです。もちろん部屋の中自由にね、動き回っている。歩いて遊んでいると。そして、俺たちが行くと、まず、一緒に遊びに行った
女の子の足に絡みついて、それでパコ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 こう腰を振ると、そしてその友達がやめろって言って、何やってんだって言って、何々ちゃんに返そうかやめろって言ってやめさせたと。そしたらそのやめさせたその本人に今度はこうバコ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 、そして俺の方にも来て、俺の方にも絡みついてバコバコ始めたから、うわっと思って、なんかね、あのニョキッと赤いのが飛び出てきちゃって、うわ気持ち悪いから俺にそれを当てないでくれということで押しのけた。そしたらまあなんか俺とはちょっとすぐ無理かなと思ったらしくて、そしたら次にパカパカっと走ってって、今度はそこの家でちょっとね、あのもうおじいちゃんがね寝ていたわけですけども、そのおじいちゃんにカッとしかみついてパコ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 話やった。そしてそこのね、俺の友達、うん、そこに一緒に行ったそこの家の息子ですよね、その息子がこうやっておじいちゃん何やとバーン叱ってやめさせたと。そしたらばもう次から次へと子供を狙ってバコ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 、だからそこの家に遊びに行ったんだけども、結局遊んでいたのはシェットランドシープドッグであって、俺たちは遊ばれていただけだったという話です。続きまして第2位がトイプードルです。これがやらしかった。前もね、俺ちょっと話したことあるんだけども、東京の中野の平和の森公園で、両手にこうやってね、おばさんの手にこう両手にプードルがポコ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 やってる、こうやっておばさんがこの両手でこう筒を作ってその中にね挿入させて、でポコ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 やらしてあげて、で頑張るのよって、もうちょっとですからねとかって、こうしたら犬がハーハー興奮してて、そうすると苦しいの苦しいの頑張るのよってやってて、それ見た時俺ね衝撃でね、で関係ない人のね、関係ない犬をね散歩してるおばさんたちにまで、お宅のワンちゃんもやってあげましょうかってそのおばさんは言っててね、俺がそれが衝撃的だったんだけども、実はねトイプードルそれだけじゃないんです話、他にもギョッとする話がありました。先ほどね、マルチーズ何かでいろんなものに腰を振って注意したみたいな話ありましたけども、このトイプードルはねそれだけじゃなくて、マルチーズじゃ何かと同じように腰振って腰振っていろんなものに、もう枕に腰振り、何に腰振り、そして、ね、ぬいぐるみに腰振り、ね、いろんなものに腰振って、ね、こういうふうに手ついて座ってると、この手にね絡みついてきて、こういうふうに、ね、手をこういうふうにやってると手にこう絡みついて、手に対して腰を振ってパコ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 やると、はい、そういうような感じだったんですけども、それでダメだダメだって、ね、叱ってる、みっともないからやめなさいって言ってぬいぐるみを取り上げようとした。こうしたらめちゃくちゃ怒って、うわーって言ってバクッ噛まれた。そしてもう飼い主血だらけ、うん、飼い主ってまあ子供だけどさ、うん、飼い主の息子ね、性格もう血だらけ、ほんと血だらけ、うーってね血出してうーって痛がってるのに、もうトイプードルもうこっち見て威嚇して、うーってやりながらこうかしてうーってやって、ほーりゃ怖かったな子供の頃あれ見て、うわ、うん、なんだこのね、スケベなプードルっておっかねえんだなと本当に思いましたよね。はい、そして本日の第1位がジャーマンシェパードです。これがね驚いた。でも正確に言うとね、スケベだったのは飼い主の方なんだけどね、ね、まあまあ話します。どういうことかというと、公園に行った、そしたらばおばさんが座ってた、そしてそのおばさんが飼ってるシェパードがいた隣に、そして俺が、ね、いつも会うおばさんなんかこう話してたの。そしたらば、ジャーマンシェパードがそのおばさんの方を見て、手でこう招いてちょっと軽く膝のあたりをこうカシュカシュと、ね、ベンチに座ってたから、そのベンチに座ってるおばさんの膝をこう手でこう呼ぶわけ。そして見るとジャーマンシェパードが手でこう呼びながら腰をパコパコ振ってるんですよ。そしたらばそのおばさん何て言ったかというと、ダメよ我慢しなさい、ここじゃダメよ言うんです。でえっと思って、うんと思って、ここじゃダメよってどういう意味なのかな俺思ったわけですよね。まあ普通そう思いますよね。それで結局ね、そのおばさんに普段どうしているのかとか、でこの犬はなんでね、何を求めているのかっていうのをね聞いたんですよ。そしたらそのおばさんは正直に答えてくれました。私は独り身なので寂しい時はこの子に慰めてもらってるんですと。
はい、そして、え、慰めてはどうやってんのかなと、一緒に寝たいとかそういうことなのかと、そうじゃないんです。なんかちゃんと挿入してもらってるって言うんですよ。で、えと思って、そんなおばさんなのこの人。でも前からの知り合いですごい真面目な方でしたから、そんな人にはね、全然見えなかった。そして、えと思って話を聞いて、あ、そうですか、そうですかってね、聞く、うん、そして僕が、いや、彼氏を作ったらいいんじゃないですかって普通に言ったんです。そうしましたら、おばさんが、うん、私はこの子がいたらもう彼氏はいらないのと、うん、その理由がまたすごかった。それはね、この子のが入ると中でカーッと膨らんで、それがね、たまらないのって言うんですよ。まあ、ジャーマンシェパードはエッチというか、まあそういうふうね、教えたそのおばさんが変態なんだろうけど、でもまあその時僕まだね、30くらいでしたから、うん、まあちょっとね、30の男にはまだ、うん、ちょっと刺激が強すぎた。今だったらね、だいぶもうちょっとね、うん、いろんなね、展開で話はね、進められたかもしれませんけども、30歳の僕にとってその話はね、ちょっとね、刺激が強すぎたので、ちょっとね、驚いた。今回はこのような形で、思わぬ犬の性欲みたいな感じのものをお話しいたしました。まあね、決してこれはね、犬がスケベというか、まあ人っていうか、まあ教育もあるしね、まあいろいろだよね。まあ何やともあれ、犬であろうとね、お子さんであろうと、ある程度ね、10歳を超えればもう十分性欲はありますので、うん、まあそんなにね、まあ、嫌な顔しないで、うん、もうちょっと、うん、動物として素直に、ね、受け止めて、ね、冷静に見てあげてください。そうすればね、こういった行動も変態的というよりかは、うん、まあ、うん、正常な行動の一つなんだなとして見て取れるのではないかと思います。